マカオタワー58回展望台より、地図マカオタワーは、中華人民共和国の特別行政区、マカオに位置すると、地面から最上部まで、タワーは338メートルの高さを誇る。胸には前景を見渡せるデッキ上の展望台部分や、レストラン、映画館、ショッピングモールが設けられており、外苑を探索することが可能な、スカイウォーク X と呼ばれるツアーも用意されている。タワーは、 マカオの景色を一望できる最良の場所であり、近年は多くの冒険的な活動に用いられている。特にタワーの233メートル地点からは、タワーにつながれるスカイジャンプやニュージーランドの実業家、AJ ハケットによるバンジージャンプを世界で最も高い展望台から楽しむことができる。タワーはクレーグ・クレーグ・モラーの建築会社によって建てられた。タワーは世界大 タワー連盟に加盟する建造物の一つである。さらに、展望や娯楽に使用されるタワーは、電気通信や放送を目的としても使われている。ニュージーランドのオークランドを訪れたマカオの奥満町ジャスタンデホー法は、オークランドにあるスカイタワーに感銘を受け、マカオにも同様の建造物を建設するよう依頼した。タワーは、ニュージーランドの建築会社、ベッカグループと、 クレーグ・クレーグ・モラー建築会社のゴードン・モラー、マカオ・リュー・ラク・コフニュー・ゲン・コによりデザインされた。建設工事は1998年に開始され、タワーは2001年12月19日に正式なオープンとなった。これはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにあるストラトスフィアタワーと同様のデザインである。CBS で2007年4月22日に、 放送されたアメージングレース11のエピソードではタワーが障害物として使用されている。2006年12月17日バンジージャンプの父である A.J. ハケットと香港のアーティストエディソンちゃんはマカオタワーで2つのギネス記録を破った。ハケットは1998年に達成した自身の建造物から飛ぶ最も高いバンジージャンプのギネス記録を破った。 また、エディソンちゃんも、タワーからジャンプを行い、世界最高のバンジージャンプ施設に記録された。また2007年9月19日放送のフジテレビ、ザ・ベストハウス123で、ロンドンブーツ1号2号の田村亮が2人、同時バンジーのギネス記録を達成したが、 http://s181386383.websitehome.co.uk コロンススララッッシシュュスラッシュインターナショナルスラッシュ m a c a u スラッシュインデックス .htm ありがとうございます。